やっぱりこの場所でもう一度明かりを灯して再開するっていうことが役目だと思ったんでね、今日はいい日になったなと思います。お願いします。リンクのとこ、大変でしたね。地震とそれから災害でね。でこれで町の事態で結構少なくなりました。だけど皆さんとこのスーパーで頑張って何とかまた元に近づくように頑張りましょう。水害でね、我々はもう全て流されてゼロになったわけなんですけども、この町は新しく復興に向けて進んでいけたらなと思います。皆さんのお気持ちが全て反映された店になっていると思います。ここからまだまだね、全国から注目されるような町づくりっていうのを魅力ながらやっていきたいと思いますので、私たち元屋スーパーのスタッフだけじゃなく、みんなでこの町を作っていければなと思います。そのスタートになればいいなというふうにこの日を位置づけております。店内の商品はすべて棚ごと奥まで流されてます。浸水した跡があります。これ何？カワハギかな。カワハギやっぱり。いや正直もう無理、この店は無理だと思いました。誰しもが思ったと思います。まさかこのね、2月の間でこんな日が来るとは誰にもスーパーの人も思わなかったと思いますよ。なるべくこれから利用しようと思ってます。みんなね、笑顔なんでね、良かったと思います。この活気がやっぱり復興には絶対大事で、やっぱ心の部分で英気を養えるような場所、活気があるような場所、人と喋れるような場所っていうのができたっていうことは一つ満足しております。やっぱりこの場所でもう一度明かりを灯して再開するっていうことが役目だと思ったんでね、今日はいい日になったなと思います。